どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、ミスミ様こと、エクセキューショナー、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。エクセキューショナー派、初出となったサイレントヒル2のモデルを採用している、ピラミッドヘッドが特徴的で、この形から三角様呼ばれている。また、シェリーも合わせてコラボされたことから映画の、サイレントヒル、とのコラボではないかとの話も上がっている。それでは背景を見ていこう。辛くてきで無慈悲な処刑人である三角頭派、痛みを通じて断罪を施すことに固執している。頭部に鋼鉄の枠をかぶり、歪みで巨大なナタを携え、枯葉サイレントヒルの地獄のごとき道を常人に割り返しようもない使命を背負い闊歩していた。彼の行く場所破壊物でさえ影に潜み、出会った生き物派、ためらいのない攻撃行為の犠牲となった。使命を果たし自身の存在が必要でなくなった時、枯葉長い眠りにつこうとしたが、別の世界でその力が必要とされてしまった。彼を包んだ霧波、サイレントヒルで見かけるものとは違っていた。まるで生き物の神経束のようなそれ波、這い寄るように彼にたどり着いた。そこには暗黙の了解があった。押し寄せる雲波使命とサジズムヘの招待状だ。霧に足を踏み入れた三角頭波再び自らの責務を受け入れた。人であろうが怪物であろうが生き物は容赦なく攻撃するミスミ様、大きな武器でひねり潰していたと考えるとそりゃゾッとするよね。エクセキューショナーの基本能力波、移動速度波秒速 4.6 メートル、脅威範囲波32メートルで背が高い、裁きの儀式中波秒速 4.4 メートルとなっている。特殊能力波、裁きの儀式、で複数の能力が発動する。一つ目波、裁きの儀式、によるトラップ。能力ボタンが押しで地面に武器を突き刺しトレイルを敷くことができる。トレイルの上を歩くか走って通った生存者波、反問のステータス効果を受ける。しゃがむことにより回避波可能。反問の効果を受けている生存者が瀕死状態になると、食材の檻に送り込むことができる。さらに画面にトレイルが巻きつき一部見づらくなる。二つ目波、地獄のバチ、による遠距離攻撃。裁きの儀式中のみ発動が可能で、前方にエネルギーを放つ。地面からの攻撃ではあるが壁を貫通することができるため板や窓といった障害物も関係なくダメージを当てれる。三つ目波、食材の檻、によるオリジナルフック。反問状態という条件がつくが、瀕死状態のサバイバーをその場で檻に閉じ込めることができる。サバイバー波フック同様の効果を与えるが、耐久フェーズになるとスキルチェックが発動し失敗するとゲージが減るようになっている。檻から救助されたサバイバー波、両者の反問状態が解除される。ちなみにフックではないため、与えられた猶予、波効果を発揮しない。四つ目波、最後の審判、によるメメントモリだ。耐久フェーズに入っておりかつ反問状態という条件がつくが、瀕死状態のサバイバーをその場で惨殺することができる。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、燃える人の絵、ブアルテール派の写真、の3つ。簡単に言うと、燃える人の絵、は、距離延長による障害物越しの当てやすさアップ。ブアルテール派の写真、は、儀式の回転率が上がり妨害頻度アップ。アドオンがついてなくてもとにかくトレイルに当たらないように注意派したい。また、距離とチャージ速度を上げることが多いので、壁越しには注意しよう。エクセキューショナーの固有パーク派、強制供養、反問のトレイル、デスバウンド、の3種類。強制供養、派、デバフ付与型のパークです。条件として派、身代わりの時なので休場する際に切りつけるのがベストなところ。
それ以外歯身代わりの条件を発動させるのが難しいので、なかなか使いどころがないパーク。半門のトレイル、歯、探知妨害パークです。発電機を蹴ることによって一時的に探知負荷の効果を得ることができる。ちなみに探知負荷波、心音範囲と視線表示、赤い光を消す効果。探知負荷自体は強いのだけど、黄色く発電機が変わることからパークを悟られやすいこともあり、能力を解除されることが多い。デスバウンド、波、治療阻害型のパークです。二人以上の治療が条件となるため、二人は確定して発見することが可能となります。ですが、32メートル以上の距離を維持しないといけないため、逃げられる可能性も高いような気がします。なので、追加効果の忘却、心音が聞こえなくなる、によって、助けたサバイバーの不安を煽れれば行動の抑制をすることができるので、遅延効果は狙えるのではと思います。とにかくチェイス派避けたいキラー、他のキラーと違って壁を貫通する攻撃が非常に厄介な相手なため、板を倒したり窓枠を越えたりと安易にするのは良くない。特に板当てなんか狙っているとそれはリスクしかないので、早めに距離を取るのがいいです。心音がしたら逃げるくらいでもいいですね。ただチェイスをしないというのは難しいので、チェイスをするなら板グルなどをして時間を稼ぐのが良策。ただしトレイルを埋め始めたらその場から離れて反問状態は避けるようにしよう。反問状態になるとリスクが多いから避けておきたい。ちなみに裁きの儀式中は、曲がるにはドリフトしたような滑る感覚で曲がるため急な旋回が難しい。これを利用して視線を切るようにジグザグ逃げ回るのも得策ではある。とにかく壁裏にいても攻撃を受ける可能性はあるので、安心せずしっかり周りを見て動いていこう。いかがでしたでしょうか？コラボ当初はキラってほどマッチングしたキラーですが、扱いの難しさから減ってきた感じではあります。ただし減ったということは手だれのキラーが多い可能性もあるので、安易なチェイスはしないように気をつけましょう。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番は使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。